2019明治安田生命 J3 リーグ第14節です。2位ロアッソ熊本はリーグ4連勝中と好調の5位ザスパ草津群馬をホームに迎えての一戦です。熊本は39番の鈴木、そして群馬は32番の渡辺を先頭に今選手がピッチへと入ってきました。それでは両チームのメンバーをフォーメーションとともにご紹介していきましょう。ゴールキーパー山本海斗、ロアッソ熊本ディフェンスは右から黒木、小笠原、鈴木、そして高瀬、ダブルブランチは岡本と上村、今日は右に田村を置いています。左は中山、ツートップ佐野と北村がコンビを組みます。アウェーのザスパ草津群馬のスターティングメンバーフォーメーションとともにご紹介していきます。ゴールキーパー吉田俊です。ディフェンス4バック、吉田正也、船津、渡辺に三永、ボランチの位置に佐藤と金城、ジャスティン俊樹、2列目は青木翔太、加藤純也、岡田、ワントップ高澤を予想しています。熊本一番高さのあるのは鈴木、さあ駆け引きをして、さあ少し目先変えてきてダイレクト黒木、まずファーストシュートを打っていったのは熊本。ここは田村が下がってきています。処理して佐野、うまく対応、降りてきた北村、入れ替わって、しかし奪うジャスティン、精度の高いキックを蹴ります。ジャスティン狙ってきた、ここは山本海斗です。前を向いて縦に入れてワンタッチ、さあ木材近く右足、ナイスキーパー、ここは吉田俊ナイスキーパー、抜け出してすぐさまシュート打っていきました佐野です。そして逆にカウンター、走っているのは加藤純也、中には高澤もいる、加藤純也中へのボール、さあ中澤カウンター、一戦先制は群馬、高澤3試合ぶりのゴール、これで0対1です。加藤からのアシスト、最後は高澤でした。加藤純也ドリブル中、走り込んできた高澤へナイスボール、冷静に決めてまずは群馬先制です。田村もかなり中に入ってきていますが、うまくスペース使った高瀬、抜けてくる高瀬、高瀬行く中に入って、そのまま入りました、シュート、これは最後得点認められています、同点熊本、最後は胸トラップのような形で押し込んでいきました。仕掛けはやはりこの高瀬です。走ってきたこの高瀬、中に入れたボール、最後は北村の体に当たって入りました。やはり何か持っているこの北村、前線に送る、うまく佐藤を収めてドリブル、サイド駆け上がってくる三永からのクロス、さあ流れたところ加藤だ、あーここはよく守りました。左使います、前ちょっとトラップ大きくなりましたが、上村です、右展開、一気にチャンスになります。その奥には北村、北村、北村、来た、北村、右足決めた、北村智也、今日2得点目、今シーズンこれで8ゴール目、北村のゴールでロアッソ熊本逆転、これで2対1です。右サイド、田村からのボール、トラップから落ち着いて最後は右足流し込みました、これで2対1。ヘディング叩きつけた、山本海斗ナイスキーパー、まだ止める、まだ群馬の攻撃です、ジャスティンもう一度上げます、まだセル、こぼれ球クリア、熊本体を張って全員で守ります。得点を与えませんでした、サイードイーノのクロス、ヘディングナイスキーパー、ここもよく止めました山本海斗です。高い位置
動員、目安の3分は過ぎています。久保田が行く、小笠原体を張る、コントロールしながら、ここで試合終了です。守り切ったロアッソ熊本、北村の2ゴールで逆転勝利、今シーズン4度目の逆転勝利で、これでリーグ2連勝、首位をキープです。